した。起き上がりその目で見たものは絶望。死んだ世界。ああ、時の流れは一歩を通行で決して坂の。誰にも頼れない今日、いつしか彼女の中には彼女がもう一人いて、彼女はそれを自分だとは思わなかった。同じ境遇にある仲間、それはいつしか本当の家族のように思えてきて、
「
Baby.
子供一人に何ができるわけですか。恥ずかしい。つんざくような死で、こちらへお見舞い、おいでだから。声が、聞こえた気がした。小さな小屋で、辺りには怪しい匂いと見たことのない植物ばかり。
しばらくいでかしんでいると、中から一人の老婆が現れた。あら、かわいいお嬢さん。外は寒いでしょう。さあ、中へ入る。怪しみながらも中に入ると、そこには黒衣を通った4人の老婆がいた。もしかして、あの子たちの魔女なの？そうさ、よくわかったね。ここで私たちは内容裁きを行っているんだよ。お嬢さんを招待しよう。老婆は強烈な光を放ったり、私の言葉を完璧に真似してみたり、次々と魔法を見せてくれた。私は老婆たちに魔女になる方法を尋ねた。魔女になりたいのかい？それなら私たちのところで修行をしなければならない。喜んで了解した私は、それからしばらく魔女のもとで修行した。さあ、これでもうお嬢さんの魔女だ。だからもう人の世界へ足を踏み入れてはいけないよ。その言葉を最後まで聞くこともなく、私は村へと走った。愚かな人間ども、断罪を。